よく晴れた天気になりました。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。1回の裏、ベイスターズの攻撃です。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。バッターは神里、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。アウトコースのチェンジアップ、見逃し三振、ワンアウトです。打席には3番バッター外、ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上、相良、そしてキャッチャーは大野。このバッテリーをベイスターズ打線がどう。見逃して三振になります。ツーアウトになりました。バッターボックスは4番筒香。ツーアウトランナー1塁です。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。さあ先制のランナーを一塁に背負います。そしてバッターはピッチャーの相良。まあここは送らせるんじゃないですかね。はい、さあ送ってくるか。初球空振り、ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。打ちました、高く上がった。この当たりはどうか、右中間破っていきました。二塁へ送球。ベイスターズピンチになりました。打席には3番バッター外、最初は変化球持ってきました。ストライクです。タイミングを取らせません。ノーボールツーストライクです。大きく外れました。外へのボールは入りません。見逃して三振です。ここはバッテリーに軍配が上がります。先発の相良、バッターボックスです。いやー、ピッチャー相手に2本目はないですよ。全力ででも抑えないといけませんね。そうですね。引っ張った、ボテボテ、ファーストが前に出る。一塁そのまま入って、あ、さあ、中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。そう、変化球空振り、バットに当てられません。ランナーそのまま。進塁打にする。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、送ります。打ち上げてしまいました。取りました、ツーアウトになりました。送りバント成功、ツーアウトランナー二塁。アウトコース、ファウル、手が出ません。三振、あと1本が出ませんでした。最後は三振、大きなチャンスだったんですが同点には持ち込めませんでした。これを決められなかった影響はね、出てくる。さあ、そして打席には外が入ります。さあ、得点圏には同点のランナーを置いています。まあここでちゃんと同点にしておきたいですね。なるほど、そうですね。変化球を狙ってたんでしょうかね。低め外れました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。これが10個目の三振となります。西さん、どうでしょう、ピッチャーの状態は。そうですね、いいピッチングされてますよね。さあ2球目は何か。振り遅れてますね。そうですね、見送ります。さあ勝負してくるのか。見逃し三振、ランナー釘付け。1本出れば同点かという場面でしたが、
これが5球目。変化球を狙ってたんでしょうかね。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。残念ながらあと1本が出ませんでした。ご覧いただきましょう。同点のチャンスだったんですが連続三振に終わりました。この後に影響するかもしれませんね。ピッチャーに打順が回って先発の相良打席に入ります。調子自体悪くないんで引き続き投げさせるということですね。そうですね。ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが多少きつくなってきた。DeNA ベイスターズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、先発したルーキーですが投球内容的にはベンチに明るい材料を今後もたらしてくれそうですね。まあ、そうですよね。もう本当にあれだけのピッチングをしてくれるということであればかなり期待していいと思いますね。そうですよね。ベンチ